えのちゃん、カネボでございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょまたなということでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら、マダラということでね、こちら買ってきましたよ。マダラ、これですよ。この時期が来ましたね。でマダラといったらやっぱりこの、ちょっと見えてますよね、この白子ですよ。今日動画外で市場行って、何も買う気なかったんですけど、いやでもちょ買っちゃったんだよな。こんなお尻からね、こんないい白子が出てるマダラがあったら買っちゃいますよ。ということで、今日はこちらのマダラを使って、まあ、白子ポン酢は絶対食べたいですよね。白子ポン酢、あと白子の天ぷら、あと白子酒作ってみましょうか。だいたい白子酒ってフグでやるんですけど、ちょっとマダラでもやってみたいですね。で、この3つと、あと身を使って、ちゃんちゃん焼き。なので今日はタラのフルコースでお送りしたいと思います。ではまずタラは、このぬめりがすごいんですよ。このぬめりと、あとこの細かい鱗、こちら取っていきます。めっちゃコアな話するんですけど、カメラの色合いを変えまして、ちょっと明るめな色合いになってますよね。前は少し温かみのある色合い、ちょっとオレンジっぽい色合いの画質にしてたんですけど、ちょっとねカラッとより鮮明に魚のシルエットが映るような画質にしました。どうでしょうか。不評だったらまた元に戻しますけど、じゃあまずぬめりを落としていきます。ほんでタラの鱗はものすごく細かくて取れやすいんです。カナダワシでこすると簡単に取れますね。でもね、このカナダワシで一回こすっちゃうと、すげえもう中に入り込んじゃうんですよ、鱗が。なのでまあそうですね、まあ使い捨てのカナダワシの方がいいと思います。一回このタラをこすっちゃうとカナダワシの再利用は難しいんじゃないかな。はい、取れました。そしたら反転をさせてゴシゴシと。でタラってこうやって新鮮だと黄色のまだら模様があるんですけど、鱗が取れるとこのまだら模様がこう消えてきます。タラは本当に鮮度が命。特に白子を食べようと思ったらできるだけ鮮度のいいやつ選んでください。しっかりと光沢があって黄色いまだら模様がしっかりついてるやつ。ほんで近くに行っても匂わないやつですね。タラって古くなってくるとすごい匂い放つんですよ。なので匂いの少ない光沢のある張りがある目が綺麗でエラも真っ赤っか、こういうの選んでください。はい、 OK。 うわ、なんか出てきた。何これ、なんか食べてるわ。なんだろうこれ、イワシ系ですねこれ。光り物系食べてますね。そう、マダラってフィッシュイーターなんですよ。こんな可愛い顔してるんでね、海の海藻とか食べてそうな顔してますけど、もう全然もうバッチバチの肉食系。あー、北海道のタラジギングとか行きたいな。タラの動画出すたびに、うわタラをジギングで釣りに行きたいって毎年言ってる気がするこれ。さあ、そしたらじゃあお腹割って、まず白子から出していきましょうか。ここら辺からブスッと刺して、逆包丁で傷つけないように。はい、さあどんだけ入ってるかな。せーの、よっ、おお、ぎっしりだ。大当たりですね。これはいい白子だ。いい白子っていうのはヒレヒレがでかいんですよ。でこの白身が強いですよね。こういうね真っ白、この濃い白のひらひらが大きい白子、これも最高です。これはね特上の白子ですね。ほらこんな出た。で氷水の中で洗っていきます。ちょっとつけときましょう。内臓物は痛みがすごい早いんで氷水につけときます。で氷水につけとくと冷蔵庫と違って全体が均一に冷えますんで、内臓物はねとりあえず氷水に入れとくといいですよ。タラはねうまいですよ、何しても。特に鍋のこの時期、鍋の具材として入れるのもよしですよね。じゃあまず釜の上から落としていきます。うわーちょっとすごいな、胃袋入ってるな。頭、うわわわわ、ほらこれが肝ですね。うわ肝、肝が溶けとる。うわ、うん、あ、踏みとどまった。あぶねえ、マジで出るとこだった。飯のカツ丼がちょっとなんか胃袋が溶けてきちゃってますね。これ本当にむちゃくちゃ鮮度のいいのマダラだとこの肝もいけるんですよ。これちょっとねダメですけど、でもねそんなに匂わない。くっさー、あー溺れるかと思った。くっさー、餌と肝がくっついてたところが腐敗してこういうなんか緑っぽい色になってますわ。他の部分はねすごく鮮度がいいです。白子もうん、とっても鮮度良さそうだし、これがあるからもう早いうちに内臓、特にこの胃袋の中身だけは買ったら出した方がいいんですよ。
もうそれさえやっちゃえばもうこっちの方みたいなとこありますから、もう特にタラとかはね、本当にそういえばもう本当に1000万人が目の前に見えてきてるから、なんか企画を決めなあかんけど、何しましょうね、何してほしいですか。可能な限りだったらやります。やっぱ生配信がいいのかな。1000万達成するまで叩き続けるライブですか。それやってでも登録者減少とかしだして24時間魚さばかな感覚だったらちょっときついでな。1000万人到達目前ライブとか到達記念ライブとかだったらいいか。2時間魚さばき続けるライブ、ちょっとなんかまた皆さんいい案があったらコメント欄でお願いします。さあ、そしたらこうやってサクッと血合いも取れました。もうこの状態になれば綺麗なもんです。なんで皆さんタラを丸で買ったり釣ってきたりしたらこの状態にした方がいいですね。で黒い膜もタオルで取って血綿も取ってでこういうドレス状にして白子は白子で取っておくと、これ最高の状態です。さあ、そしたら3枚におろしていきますね。タラはブヨブヨの魚です。普通にこの状態でさーっとさばくとちょっと柔らかくてさばきにくいです。なのでピーンと張らせます。こういう風にシャチホコみたいに。そうするとこの尻尾の方のここピンと張りますよね。このピンと張った状態でこう入れていくと、そうするとすごくさばきやすいんですよ。こうですね、中骨までこれ行きました。そしたら反転させて背中側もピーンとエビ反り、そしたらヒレに沿って入れていくと、これめちゃくちゃおろしやすいです。おろしやすいんですけど、でもタラはちょっとコツがいりますね。身が柔らかくて骨が硬いで、ちょっと腹骨の入り方がね特殊なんですよ。なので尻尾のところはいいんですけど、ここですね、肛門から上のところ、ここはしっかりとこう目で見てちゃんとここまで包丁入れてください。この腹骨がこう見える状態、むき出しになって指でこうやってなぞれるぐらいまでします。この状態になったら尻尾の肉を外します。ピロッと。そしてちょっと滑ったりすると思うんでペーパーとかで先端を巻いてで手で持ちます。ギュッと。そしたらこっち尻尾を押さえてこの持った手をこっちにギューッと引っ張ります。いきますよ。はい、そうすると腹骨がこっちについてきてくれるんですよ。でこれ下ろし終わりました。肩身ですね。で反対側も同じように下ろしていきます。ピーンと張ってこう入れていきます。ここまで入りました。反転させてこっち側も同じように入れていきます。で入れたら反対向けてこういった方が多分やりやすいかも。肛門から上のこの腹骨のところ、ここをきれいに入れてあげること。この三角のところをきれいに入れる。腹骨が見えましたね。そしたらここも尻尾外して、でさっきと同じですね、尻尾持ってこっち押さえてビリ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 。そしたらこちらもきれいに下ろすことができました。ここも腹骨は入ってません。1枚2枚で骨とこれ3枚下ろしの完成ですね。鱗も腹骨もない状態ですね。ただ血合い骨がこうちょっと入ってますんで、お鍋とかにする際は釜外しちゃってピンセットとかでこう抜いちゃってもいいと思います。ピュッとこうすっごい長いのが入ってます。これはね取った方がいいですよ。コツはこう持って親指と人差し指でここを押さえて下にこういきます。下にこういく力とピンセットの上に抜く力、これを合わせてやっていきます。骨見つけたら下に押しつつピンセットを上に持ち上げて抜くと、そうすると簡単に抜けます。市販でこういうタラのフィーレで売ってたりだとか、まあブロックで売ってることとかあると思うんですけど、ほとんどの場合中骨抜いてません。もしかしたらこだわりのある魚屋さんは抜いてくれてるところあるかもしれませんけど、まあ、よっぽど骨は入ってますんで、買ったマダラのフィーレもこうやって抜いてください。で大体ね、ここら辺までしか骨入ってません。ここら辺から下は骨入ってませんので、大体1枚にこのぐらい、8本から10本ぐらい入ってるよってことですね。もうこの状態になってしまえば、もう骨のない、もうあと食べるだけ。で、あと追加ですね。ここ。腹骨のここにもね、入ってますんで、これも抜かなかんですね。これ1本。で、カマはカマでまた美味しいのでね、焼きでも鍋に入れてもいいと思います。カマは鍋に、俺は入れないな。せっかくね、骨をこんな綺麗に抜いて、綺麗な状態の切り身にするんだったら、魚の骨は一切入れないような鍋にしたいな。で、タラはね、アニサキスちゃんすごく多いです。で、ちょっと腹骨がこうやって残ってるところあると思いますんで、こういうとこがあったら、まあ、取ってくださいね。まあ、こう触って違和感のあるところはもう全部ピンセットで取れますんでね。そしたら切り身に切っていきます。切っていくときは、僕は尻尾の方から切っていきます。カマをこういう風に斜めに落としましたよね。この斜めに入れた切り口に沿って、こういう風に切っていきます。で、この尻尾の方は、この胴体に比べてとても身が薄いです。なので、尻尾は少し大きめに切っていきます。このぐらいですね。こんな感じ。
でコツは斜めに入れて、でこう斜めにエントリーしたら立てる、皮の部分は立てる。そうすると切り口がシャープになってとっても綺麗な切り身になります。こうですね、はい、厚さはできるだけ均等に斜めにエントリーして立てて落とす。そうすると切り身感が強い切り身になります。斜めにエントリー落とす。あ、ふわふわで美味しそうな身ですね。6切れに取りましたね。そしたらこっち側も一緒ですね。鎌の斜めに対して同じように切っていきます。尻尾は大きめにこんな感じ、斜めに入れて立てる、斜めに入れて立てる。でちょっと幅がこれ広いなって思う場合、そういう場合はここ落としちゃいます。このお腹のところはお腹のところで、そうすると切り身の幅も調節できます。はい、こんな感じですね。切り身が12切れとお腹の肉切り出しですね。そして鎌が2つですね。こういう風に綺麗におろし終わりました。順番どうしようかな。まずはちゃんちゃん焼きの用意からしますか。ちゃんちゃん焼きは卓上でホットプレートで焼きながら作っていきますんで、ちゃんちゃん焼きの用意をして火つけるばっかにしたら、次は白子料理に移っていきましょう。じゃあちゃんちゃん焼きに使うお野菜切っていきます。そしたらお野菜こちら、玉ねぎ、キャベツ、しめじ、人参ですね。スーパーで人参パッと手に取ったら玉ねぎってデカデカと書いてあって、食いすぎてちょっと食らいましたね。気抜いてる時のこれ系のボケほんと弱いんだよな。じゃあキャベツですね。キャベツをざく切りですね。ざくざくと。人参ですね、よく洗って皮ごといきますね。ちょっと太めに切りました。そしたらしめじですね。しめじって石突きをこうやってガスッと切ってもいいんですけど、ここで取って、ここで石突きをこうやってポロポロ取るとロスなくいけるっていう記事を見た。ちょっと手間はかかるんですけど、食べれる部分が多くなると。こんなもんでいいでしょう。そしたら玉ねぎですね。はい、お野菜の仕込みの完成ですね。そしたら次はちゃんちゃん焼きのタレを作っていきます。味噌ダレですね。そしたらお好きなお味噌を用意します。大さじ5ぐらい、うん、いい香り。そしたらここにお酒を大さじ3ほど入れます。こんなもんですね。で伸ばします。でそこに砂糖を大さじ2加えます。今日は黒糖を入れていきます。でここにみりんも大さじ2ですね。で混ぜ混ぜしていきます。でここに少し味の素、ハイミーとかでもいいと思います。味の素とかハイミーが入るととっても美味しいと思います。4振りぐらい。はい、これで味噌ダレの完成ですね。あとは鉄板に置いて焼いていくだけ。そしたら白子の処理していきましょうか。さあ白子、水につけておきました。臭みがだいぶ抜けましたね。おー、いい白子だな、本当に素晴らしい。これね、こっち側がこの肝に近い部分だったと思うんですよ。でこっちが肝から遠ざかった部分なんで、うん、こっちの方が匂いが少ないですね。ちょっと肝があんだけ青タン噛んでたんで、さすがに少しだけ匂いはあるな、この先端の方は。ここは加熱して使います。でこの生食で白子ポン酢とか白子酒するのはこっち使います。まずこうやって一口大にカットしていきます。でこの黒と白の筋、これで白子同士はくっついてますんで、この筋はちょっと硬いです。なんで取ってもいいですね。逆にこの筋のコリコリ感が好きっていう人もいるんですけどね。白子の滑らかな口どけを味わいたいって方はここ取った方がいいと思いますね。まあ、こんなもんでいいでしょう。白子酒と白子ポン酢で天ぷらを2つぐらい、このぐらいにしましょうか。そしたら白子酒と白子ポン酢用の白子を軽くボイルしていきます。沸騰したお湯にお塩、そしてその中に少しずつ白子を入れます。一気に入れちゃうとお湯の温度がガクッと下がっちゃいますんでね。ほら、もう2つ入っただけでこの沸騰の泡が収まりましたよね。だいたい10秒ぐらいですね。お湯の中でふわふわーっとさせる感じですね。そしたらすくい上げて冷水に落とします。でまた再沸騰したら入れていくと、これの繰り返しですね。はい、そしたら冷えたら揚げていきます。まずお皿の下にメカブを敷きます。このメカブとかワカメとかが白子ポン酢に入ってるとうめえんすよ。特に僕メカブがね、好きなんですよね。この香りもいいし、いい感じの緩衝材になってくれるんですよ。間にうまく入ってくれます。でそこに白子ですね、1つ2つ3つ入れましょう。
で、ここに今日は少し贅沢にイクラも乗せます。で、すだちも添えます。そしたら朝月ですね。はい、これで食べる直前にポン酢をかければこちら白子ポン酢の完成。冷蔵庫入れておきます。そしたら天ぷら作る前にちゃんちゃん焼き、こうやっぱ乗せちゃいます。そしたらまずはキャベツを敷いて、そしたら人参も置いていきます。で、しめじ、玉ねぎ、少し胡椒を打ちます。そしたらここにタラの実ですね。一切れ、二切れぐらい乗せちゃおうかな。うわ、うまそう。この身もね、すごく綺麗な身してるわ。ギリギリ刺身で食べれないぐらいの鮮度ですね。それは表現としてどうなのかと思うけど、本当にそのぐらいの感じ。ネギの青いところが転がってたんで、これもせっかくなんで使っちゃいましょう。結構好きなんですよね、僕この青いところ。で、この上からこのタレをかけます。これ火にかけて焼いていくって感じですね。で、これちょっと水分少ないんじゃないかなーって思う方いると思うんですけど、これお野菜とかお魚、そしてこの味噌、ここから水分バーっと出ますんで、意外と水分出てきます。なんでこのまま焼くだけですね。はい、これでタラのちゃんちゃん焼きの完成。そしたら次、白子の天ぷらですね。これむずいんすよ、白子の天ぷらって。本当にまずよく白子を拭き取って、ボウルに入れて小麦粉や天ぷら粉をまぶします。そのまま種につけて揚げちゃうと衣がうまくつかないんですよ。白子と衣をくっつける間のこのつなぎみたいな感じですね。ほんで、このヒレヒレの中までしっかりとつけること、これめっちゃ大事ですね。はい、この綺麗にお化粧された白子で、天ぷら粉はお好みですね。僕はちょっと強めに作ります。薄めに作っちゃうとなんかうまくつかないんですよね。本当に難しい。今日はコツのいらない天ぷら粉使ってます。これが一番簡単にできる。そしたら白子を入れてしっかりまぶす。あ、今日うまくいきそう。なんかそんな気がする。しっかりつけたら油に入れる。あ、油に入れる。カメラついてなかった。カメラがついてませんでした。そしたら少し衣を垂らして補強すると。おお、めっちゃうまくいってるわ。ちょっと衣多めか。そしたら音が静かになってきたら OK ですね。ほら、うまそう。そしたらお皿に盛り付けていきます。今日はピンク岩塩でいただきます。柑橘も少し添えたら、はい、こちら白子の天ぷらの完成。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。白子酒はとりあえず食後にしますわ。まずじゃあホットプレートに電源入れて、これを焼いていきます。焼いてる間にまず白子、これ出来たてのうちに食べたいんですよ。じゃあじゃあいただきます。お塩はかかってるんで、すだちをかけます。こちら、おお、いいね、サクサク。いただきます。うん、うんま、これはたまらんな。めっちゃ上手にできてるわ。外サク中トロ、うんま、これやばいな。もうね、スイーツです。これは全く臭みもなくて、うまっ。こちらもジューといういい音が鳴ってきましたね。この音を耳で楽しみながら、白子ポン酢、ポン酢をさーっとかけて、このメカブと一緒に、そしてネギもちょっと乗せて、イクラも少し乗せて、こちらいただきます。うーん、うんまっ。ひとまず電気色のやつ、ジョッキ缶でいきます。すぐに飲みたいときはこのジョッキ缶便利ですよね。もこもこの泡、いただきます。うめえ、合うな。何これ、うまっ。この組み合わせやばいわ。このイクラの醤油漬けが入ると一気にレベル上がりますね。このイクラのうまみと白子、すごく相性がいい。メカブが本当にいいな。素晴らしい。そしたらあとは待ちですね。うわ、いい香りがしてきております。このマジックグリルすげえ使いやすい。これ丸洗いできるからめっちゃいいんですよね。
こうやって下の野菜に火が入ってきたら少しずつこうやって崩していきます。野菜を上に乗っけて蓋をしていくと、ほら意外とこうやってジュクジュクって水分出てきますよね。蓋はしなくてもいいんですよ。この野菜で蓋をしちゃえばうまーく火入ってきますから。でこの魚からも水分出てきたらその水分とこの味噌が混じ合って絶妙な感じになります。はい、完璧。そしたらこれやってる間に白子酒作っていきましょうか。熱燗の瓶に日本酒を注ぎ入れます。熱燗の瓶ってなんだ、とっくりですね。とっくりに日本酒を入れてで温めていきます。そしたら白子を裏ごししていきます。さあまだらの白子酒どんな味なんでしょうね。今トラフグの白子もすごく良くなってきましたんでね、来年はトラフグの白子でもやりたいですね。ほらこれが筋です。結構ありますよね。はい、こんな感じ。そしたら湯飲みに白子を入れます。はい、そしたら熱燗できましたのでこの白子に入れていきます。よいしょ。そしてかき混ぜてしっかり混ぜ合わせていくと、はい、これで白子酒の完成。そんなこんなでいい感じに出来上がってきておりますね。うわ、めちゃうまそうじゃないですか。このお腹のところいきますか。ここと野菜、この味噌と魚の出汁をたっぷり染み込んだお野菜を一緒にこちらいただきます。うん、まっ。うわ、これちょっとうますぎ。この甘めの味噌とタラが相性抜群で、お野菜もうまいね。じゃあこれ白子酒いただきます。どうなんだろう。うわ、うまっ。これでいいじゃん。めっちゃうまいんだけど。超うまい。飲みやすい。うーわ、体めっちゃ温まる。ちょっと衝撃走ったな。もうちょっとやっぱね、癖があるかなと思ったんですよ。タラの白子なんで。全然ないわ。なんか甘酒飲んでるみたいな感じですね。でもしっかり度数入ってるんで、体ぽっかぽかになるね。めちゃくちゃうまい。これちょっと衝撃だな。うますぎる。相性抜群じゃない？このタラのちゃんちゃん焼きと。うまっ。うまっ。それじゃゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日はマダラを一匹さばいて、マダラのちゃんちゃん焼き、そして白子の天ぷら、白子酒、白子ポン酢作ってみましたけども、うまいね。今日のタラはね、当たりでしたね。いや、よかった、買ってきて。本当に買う気がなかったんですよ。ふらっと行ってね、いいのありましたね。意外とね、今日は動画を撮るための食材を買いに行くぞっていう風に意気込んでいくと、しけであんまりなかったりするんですよね。で、こういう気を抜いて、プライベートで行こうっていう時に、ぐわーって魚あったりするんですよね。これは面白い話ですね。いや、でもタラはね、本当に美味しい魚。白子がこんなにいいのは今の時期だけなんでね。皆さんもスーパーでマダラの身や白子見つけた際はやってみてくださいね。お酒飲む方ね、あの白子酒マジでやってみてほしい。めちゃくちゃうまい。最高ですよ。あれトラフグの白子じゃないとうまくないんじゃないかと思ってたんですけど、あれだったらマダラでいいって思っちゃった。もう今日のマダラが鮮度良かったからかわかんないけど、めちゃくちゃ美味しかったな。はい、というわけでまたやりたいと思います。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。